びれたぜ音聞きながら。アーニャ欲しいな、アーニャ、アーニャ。よっしゃ、ついにできたぜ、この家族団らんの絵面。というわけで今回は入学前の特訓が終わったこのアーニャ使っていきます。みんな特有で、あとステータスも加速名でスピード強化してきたね。性能としては、ステータスはやっぱり子供だから低めになってて、あとかなりサポート寄りの性能になってる。まあ、とりあえずこれ放雷におでけけしていくんですけど、いや、無双できるような感じじゃなくて、普通に戦っていくような感じになるから、とりあえず中ボスの放雷くらいまでは SS ためしつつ飛ばすんで、まあ、ちょっと一旦カットで。さあ、というわけで、放雷のところに来ました。で、SS 使って、まあ、ちょっとどれだけ削りきれるのか、まあ、ちょっとそれを見ていこうと。やべ、ちょっと配置ミスった。で、SS2 段階目、まあ、ちょっと溜めて帰ってきたんで、さあ、今のこの、アーニャのこの、はい、チワワ力。さあ、今のこのアーニャのチワワ力。うおいや、割とギリギリ。まあ、これね、SS 倍率調べてきたんですけど、1段階目が 1.1 倍で、防御ダウンが 1.46 倍。で、攻撃はね、1回4分の1カットだったかな。で、これももう1回使うけど、2段階目は、自強化 1.2 倍で、防御ダウンが 1. 何倍だっけ ?65 倍だ。で、攻撃は、4分の1カット。まあ、だから、読めないで3分の1カットか。だから、まあ、1段階目はだから4分の1カットなんで、残弾数8分の2みたいな感じですね。だからまあ本人が火力出すというよりも、まあ、やっぱりサポート型なんで、仲間に火力出してもらう。1.65 倍の倍率ダウンは、多分モンストのキャラじゃいないはず。一番防御ダウンできて、ナックル防御ダウンの2倍かな。あと、普通に防御ダウンしてか一番高い倍率なのは確か、パンドラの防御ダウンだったかな。あれ確率で確か2倍だったはず。だからまあ両方とも、まあ現状、はいはいはい。まあ、触れた時じゃない、ナックルはもう入手不可だし、パンドラは確率だからあんまり信頼できないしで、今一番信頼できる高い防御ダウン出せるのは、まあ、アーニャになっていくんじゃないのかな。はい。いや、でも、艦隊までやってると、SS 溜まるのは早い気がするんですよね。ほら、もう、一巡で一段階目溜まってるし。だからさっき撃ったばっかだけど、まあ、これで撃てると。何ターン続くかについてはちょっと見てないんですよね。はい。いや、どうすか、この過激電子アーナ。かわいい。で、彼、はいでしょ。で、倒して、防御ダウンも入れて、あ、でも暴れてもよかったかもな。ただまあ、今どこで使うのって言われると、まあちょっと、転送壁周りの、あれになってくる。一応、銃の動きだと完全にギミック合ってる感じになるのかな。いや、でもこれもさ、いや、まあちょっとスピードアップで強化してるからか。いや、でもこれなんか触れるときに大丈夫ますっていうの。ちょっとなんか、いつも、あれなんか、こういう時になんか喋るキャラって今までいたっけな。さあ、これで SS も使えるから、激種変化パネル無視できる。まあ、適当に殴りで暴れるだけで OK。はい。いや、でもやっぱりこの SS ボイスは3が一番いいかな。なんか、一番アーニャっぽくて。はいはい。いや、でもこれ、無惨様で使ってみたかったね。ビジェネ付与と、あと、はい。ビジェネ付与と、なんだっけ、あと。いろいろあるじゃないですか。状態除回復とか、防御ダウンとかが攻撃ダウンとか。この辺多分、無惨様で1体いたら、結構役に立つような気がするんですね。そのほら、ビジェネ付与で死んじゃっても勝手に回復してくれるから、それが多分一番役に立つみたいな感じになるんじゃないのかな。さあ、これ縦勘で。削り切れるのか、アーニャ。あ、横勘だ。さあ、今こそ必殺のショットを放つとき。原作もちょっと読んできたね。全部は読み切れてないけど、2、30話くらいまで読んできました。はい。どう?いける?うわぁ!いけねえ!いや、まあこれがアーニャなんですよね。はい。じゃあもう、グダグダな戦いになりそうな予感プンプンするな、これ。いや、これなんとかちょっと、陽太郎のバフ。まあこれ実質ロイドよ。いや、先の話多分してもいいでしょ。ジャンプラ無料で読めるし。はい。うん!おーにゃーよし、運ぼできました。さあ、これで、ちょっと裏の30の極これやっていこうと思います。で、ここなんですけど、まあ、ここでアムロループして、アーニャも編成したら強いよって、まあ、言ってる人いたんで、それをやっていこうと思います。で、アムロループの2体編成バージョンなんですけど、4P の後に並んでるアムロさんだけ、1回ターンチャージしないと回せないから、まあ、それを、このアーニャのバウンドチャージで補うっていう寸法ですね。あとはま、他のキャラも、まあ、いっか。SS 使ってもなんとかないでしょ。はい。だから毎回毎回、乙骨の SS も使える。さらに言うなら、アーニャの SS で防御ダウンもできる。まあ、その辺いろいろ相まって、なんかいろいろ強いんじゃないんでしょうかっていう感じですね。で、バウンドチャージして、削る。で、乙骨、いや、これ毎回ユータ出すからな、ちょっと、
まあ、こういう使い方が多分、アーニャのちゃんとした使い方に今のところはなってくんじゃないのかな、みたいな気がするね。はい。で、まあ一応、自陣にアムロさんと、まあこのユータの枠は、ぶっちゃけ強キャラだったら何でもいいね。アムロさんと、アーニャがいると、その辺、回せていけんじゃないのかな。あとはターンチャージしてなんとかいろいろできるようになりたいな。ただこのパワーボトン、あ、そうだ、一応説明したところも、乙骨ユータにあるこの剣の周り、これ触れると移動するんで、これ持って、ちゃんと敵を殴ったりしましょうね、みたいな、そんな感じですね。で、人にも渡せるから、そういうところでちょっと、いろいろ出てくるんじゃないのかな。あ、でもアーニャの、うわーこれなんかうまいことターンチャージしたら、ターンチャージの運良かったら、これ毎回2段階目回せたりとかすんのかな。ユータも、いやダメだ、爆発いねえから無理か。爆発いたら多分もうちょっと回しやすくはなりそうな気がするんだけどね。で、パワーバトンはそこにあるから、まあ、もらってユータに移すか。はい。で、これで、で、しかも今って、あれじゃない、あ、トライアングルボムあるのか。あ、これでユータの SS2 段階目撃てるやん。いや、これ多分いやでもこれ、あれだ。パワーバトン移しちゃうから、いや、多分火力出なさそうだな。でも移さないと、いや、いっか、多分大丈夫でしょ。はい。だから、こう入り化して、やっぱこの人だけ火力おかしいな。いや、これ復刻してくれんのかな。一応、劇場版、呪術廻戦だから、なんか復刻したくない、その呪術廻戦第2弾で、ユータもちゃんと混ぜてくれるような感じになるのか、いや、ちょっと心配ね。はい。これ使っていく。で、上で1回でもいいから、アムロさんの SS 短縮できればこんな感じで、毎回使えるようになる。ただこれバウンドチャージの運によるから、まあ安定性はちょっと低いね。もうどこで、あとは、まあダメオ魔法陣だから微妙い。転送壁がどれだけ、その運営さんが、やっぱ接待してくれるかっていうところにも寄ってくると思うんで、まあやっぱこれはもう未来の話になってくるから、未来は。アーニャに託されてんじゃないのかな。3体目だっけ、エルコニもほら光属性でいるけど、まあエルコニなんてちょっとアルファガチャだからもう入手不可だしね。で、遅延かかる。で、あとは1回これでアーニャがトライアングルボム出して誘発もして、はい。いや、これどうなの。しかもルナの所持率も多分低そうじゃないですか。その一応ほら配信者 YouTuber の人大体ルナ持ってるけど、動画撮らない人がルナ撮りに行くかって言われるとちょっと微妙いところあるから、今のこの限定連発環境だと。だからまあここでもらえると結構いいのかな。さあこれで、さあまたユータの SS 使えるようになりました。っていうか今まで適当に SS って言ったけど全然削れてないやん、何も見てなかったけど。はい、多分殴るだけで結構削れるはず。はい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 。でも本当にこあれ、逆にこれもう乙骨ユータに全て託されてないですか。あ、そういえば劇場版ユータのあの売り上げ150億ぐらい確かいったんじゃなかったっけ。まあ、150億の男みたいな感じね。さあこれでまた安室さんの SS 使う。自分だから触れに行かないといけないけど、パワーバトンとちょっと相性悪いかなこれ。はい。で、短縮入れる、バウンドチャージも入れる。さあバウンドチャージでこれ、ああそうね、安室さん短縮できてる、ギリギリセーフね。いやでも結構ギリギリな、なんか立ち回りがね、一回バウンドチャージに切られたら全て終わる気がする。いやでもどうなんだろう。ちょっとオールアンチ入れる。パワーバトンでユータに渡す。はい。で短縮入れる。いやーどうなんだろうこれ、みんな腰抜かすかなこのアーニャの性能。そしてさっきの過激前週でダミアン殴られたらもうおしまいみたいな感じね。で、あこれ2段階目いける。あこれもしかしたらうまいことやったらあれじゃないですか。防御ダウン入れて、はい。うわーこれちょっと触れたくないな、人にこのユータの SS を立てかせるだけで。いやだ、これユータに触れたくない。よし、これただ縦貫したらユータの SS 防御ダウンで 1.65 倍入ってるから、これが多分アーニャの使い方第2弾、接待も一応できるという、火力足りないけど。だからこれで1段階目だけど、まあ、実質2段階目みたいな火力になるんじゃないのかな。で、ちょっとファーストキラーも入れたいから、はい。倒さないよねこれ。あ、オッケー。おーすげえ、理想。さすがにこれ倒しきれるでしょ。で、ババして、あーこれは終わったで。なんでこういう使い方も、まあ、っていうかこの使い方が多分成功法になるのかな。あとは転送壁が、運営さんどれぐらい、その、
やってくれるかみたいな意地悪を乗り越えて、さあ、このアーニャの戦いはこれからも続く。ご視聴ありがとうございました。